さ、うん、痛い痛い、ここ終わった。まだ耐えれるんだったらね、もうどんどん強くもできますから遠慮なく言ってくださいね。やだやだこう上がっていて、こことかこことかの疲れに上がっていくんですね。はあ、だって足疲れますもん。足疲れますよね。扁平足やから。あ、余計ですね。うん。これ絶対男の人無理でしょう。結構ね、あの1回目は皆さんね、ギャーギャー叫ぶんです。うん、痛い。2回目以降ね、ちゃんと定期的に来られてる方はそこまで痛がりません。やっぱだいぶ疲れが取れるんですね。そうなんです、そうなんです。なんか下のが痛い。ん？下の方が痛い。そう、この辺だよね。これが痛いわ。これは痛いわ。痛いってことは悪いんですよね。痛いところっていうのは汚れてるんです。汚れてる、はい、どんな感じかって言ったら、うん、まあ、1週間履いたパンツみたいな汚のところが溜まってるみたいな感じね。それを定期的に洗うのか、まあ、どうするのかはご本人したいですけども、やっぱ洗ってあげた方がいいよね。でもマッサージでもこんな痛いのないですもん、はい、そんなでも強く入れてませんよ。喋られへん。喋られへん。いって。はあ。息詰まる。息詰まる。です。言ってました？いや、いますよ。うわ、すげえ、はいはい、てか、まだまだ力足らないっていう人が常連さんにいっぱいいるので